木老聖なりは、青森県青森市出身のプロ野球選手、宇藤左だ。阪神タイガース所属。青森市立篠野田小学校1年時に、南式野球チームの安田やアイアン少年野球チームへ入団し野球を始めると、3年時まで主に2類種、4年時以降は、投手を務めた。青森さん、田中学校時代は、同校の公式野球部に所属。 青森山田高等学校では1年からベンチ入りし、主に二類手と三類手を務めた。甲子園出場はなし。一学年上に山崎明太郎、同学年に京大大田陽太、一学年下に西村亮がいる。アジア大学に進学すると、1年春からリーグ戦に出場し、3年春からは主力としてプレー。3年秋と4年春にはリーグ連覇を、 一年時と三年時には明治、神宮野球大会での優勝を経験した。リーグ通算40試合出場で、110打数26安打、打率、236、0本類打、7打点、7盗塁。同学年に創設ただ人がいる。本田では、一年目から三類種、県二類種でレギュラーを確保。同年の都市対抗野球大会では1回戦で、 決勝3段を含む4打点を記録した。2年目からは遊撃手に定着し、都市対抗までは1番遊撃手として、都市対抗後は3番遊撃手として活躍。2018年のドラフト会議で阪神タイガースから3位指名を受けた。チームメイトである斉藤智隆りも阪神から4位指名を受けている。契約金6000万円、年俸1000万円で、 仮契約。背番号は、ホンダ時代と同じ例。ドラフト指名後に出場した日本選手権では、初戦の JR 東海戦に、3番、遊撃手として、先発出場するモコダス・ムワンダに終わり、チームも延長12回タイブレイクの末に敗れた。2019年、新人では、近本浩二、斎藤と共に、沖縄県義野座村での一軍春季キャンプに参加。 北条文也、鳥谷隆らと、声優劇種を争う中で、キャンプ期間中の実戦全試合で安打を記録すると、オープン戦では12球団最多の22安打を記録して、オープン戦新人最多安打記録を更新するなど、存在感を示し、オープン戦終了時点で、矢野洋大監督が、開幕戦でのスタメン起用を明言するまでに至った。実際に、 開幕戦となった3月29日の対東京をヤクルトスワローズ戦で1番遊撃手として金本と共に先発出場を果たした。しかし無安打に終わる試合が続き先発落ちも経験。4月12日の対中日ドラゴンズ戦で代打出場しプロイリアと初安打を記録したが初打席から実に18打席目での初安打だった。同じく代打出場した。 同19日の対読売ジャイアンツ戦では、菅野智之から3点本塁打を打ち、プロ初本塁打を記録。その後再び出場機会を増やし、6月下旬には7試合連続安打も記録したが、夏場に入り徐々に、講師ともに精細を欠くようになったことに加え、チームの得点力不足を打開する狙いから7月7日に、球団が内外野を守れるスイッチヒッターのヤンハービス。 空当てを獲得したことなどもあり、7月26日には空当てなどと入れ替わる形でプロ入り後初めて出場選手登録を抹消された。8月8日に最初を格し同16日に先発に復帰すると、8月の月間打率が431を記録するなど好調だったことから4月以来の一番打者に抜擢され、8月18日の対巨人戦から9月5日の 対横浜 DNA ベイスターズ戦までの13試合連続で安打を記録し、シーズン序盤に金本が記録していた球団新人記録に並んだ。113試合の出場で打率26、262、4本類三32打点を記録した。2020年は9月25日に新型コロナウイルスの濃厚接触者とされ、1ヶ月1軍登録を抹消される。 92試合の出場で打率、249、3本塁打、25打点だった。強権や安定した早球、高い身体能力を活かした、守備範囲の広さを持ち味とする剣手の遊撃手で、内野全ポジションをこなすユーティリティ性も持ち合わせる。打撃では、打球を広角に打ち分ける技術とパンチ力を武器とする。 2020年シーズンでは安打の内訳として、左翼22本、右翼24本と、左打者としては、割合的に逆方向へのヒットが多いが、当シーズンの監督である矢野は、もう少し引っ張った方が良い打球が出そうという理由から、プルヒッティングも取り入れた打撃を命じながら指導している。野球との出会いは3歳の頃から始めた、草野球の選手である父とのキャッチボールである。 もっとも、父の都合などで、キャッチボールができない時には、自宅近くのブロック塀にボールを当ててから補給する、壁当てを日課にしていた。壁当てで、内野守備の基本姿勢が身についたことから、小学1年生ながら、ジップの所属するチームの守備練習へ参加した時には、誰も教えていないはずのショートバウンドを難なく補給、するほどにまで、守備の技術が上達していたという。後に所属する。 安田ヤンヤン少年野球チームでは、投手を務めながらも、内野の守備が好きという理由で投手から内野手に転校した。小学4年時からは、陸上競技部にも所属。100メートル増で14秒台を記録していたほか、青森市の陸上競技大会の同種目で2位に入るなど瞬速を発揮していたという。青森山田高。 アジア大時代はいずれも公式戦での本類打はなかったが、本田入社後、西郷や水幸ヘッドコーチの指導の下で取り組んだ下半身強化とフォーム改造によって、長打力を向上させ、公式戦通算24本類打を記録するまでに成長を見せた。松坂大輔とは、青森県にある三上さん婦人科で出生したという共通点があり、 阪神への入団会見では松坂を対戦したい、当主に挙げた。プロ1年目として迎えた2019年の開幕戦において、一番、遊撃手として、同じく新人の金本と共に先発出場を果たした。阪神の新人選手2人による開幕戦スタメン出場は1972年の中村克弘、も月づ以来47年ぶりの出来事であり、一番打者、 二番打者としての出場は球団史上初。2019年オフに大学時代に知り合った東京都出身の一般女性と結婚したことを発表した。ありがとうございます。